お土産の中に。日本語で牡蠣、英語でオイスターと言います。プリプリした身が入ってそれを焼きます。あの鉄板の焼きで、鉄板の上で、あれ、あのお好み焼き、お好み焼きが焦げる匂いがマッチして、とっても美味しいお好み焼きが出来上がります。一度食べてみてください。そのためにはね、1回でも2回でも広島に行きたいと、来てください。待ってます。